アストン・マーティン・バンテージ GT には、アストン・マーティン V8 バンテージシリーズの中で最もパワフルなレーシングカー。バンテージ GT には、V8 エンジンのアストン・マーティン・バンテージをベースに、アストン・マーティン・レーシングが開発、標準のレース用燃料、または E85 バイオエタノール、両方で動作するように設計されている。2008年アメリカン・ルマンシリーズ、ロングビーチでデビューした。 バンテージ GT に2008年にデビュー。FIA および ACO の GT2 クラスレギュレーションに適合するマシンとして開発された。FIAGT 選手権のほか、アメリカンルマンシリーズ、ヨーロピアン、ルマンシリーズ、およびルマン24時間レースでカスタマー供給されている。エンジンは市販モデルの4.3リットル V8 エンジン。 アージ37をベースに排気量を4.5リットルに拡大した上でドライサンプカ。シリンダーブロック及びクランクシャフトは市販モデルからの流用であるが、シリンダーヘッド、コンロット、バルブ、カムシャフト、エキゾーストシステム等はベース用のコンポーネントを使用している。市販モデルでは接着されたアルミニウムシャーシを使用しているが、g t マシンではカーボンファイバーパネルを使用し、 フロントスプリッター、リアディフューザー、リアウィング、フラットフロアといったエアロパーツを備える。燃料はレースシリーズに応じて E85 エタノールと通常のレース用燃料の双方を使用できるよう設計されている。2012年、シルバーストンサーキットにて2012年、毎シーズンに LMP1 クラスへ投入したアメール1が失敗に終わったアストンマーティンレーシングは 再び GT カーレースのプログラムに戻った。バンテージ GT2 の仕様は更新されたルマン GT2 レギュレーションとはわずかに異なるため、開発はバンテージ GTE として改めて行われた。仕様のアップグレードそれまでバンテージ GT2 の欠点とされていた整備性の向上に焦点が当てられた。フロント周りは取り外し可能なバーによる新しいモジュラー構造となり、 エンジンを車から直接引き出すことを可能とした。これにより、整備に4時間以上を要した以前とは異なり、足回りのセッティングに影響を及ぼすことなく、エンジン交換の作業を1時間未満で行えるようになった。リアサスペンションとサブフレームも保守性を高めるために変更された。安全性を高めるために燃料電池はロールケージ内に移設され、事故による 損傷のリスクを軽減している。その他のアップグレードその他のアップグレードとしては、バッテリーをはじめ全体的な軽量化が施されている。改良点には CFD から改良した新しいフロントバンパー、サイドスカート、リアウィングが含まれる。リアウィングはルマンエアロパッケージの進化系であり、ACO はアストン・マーティン・レーシングに対し、シーズン通して走ることを許可した。 モデファイによりドライバーの冷却性能も改善された。これは2008年のオムズでドレーソン・バーウェルを悩ませていた旧型の欠点だった。アストン・マーティン・バンテージ GT には英国の元国務大臣であるポール・ドレーソンと2004年の英国 GT チャンピオンであるジョニー・コッカーが2008年オムズ・ロングビーチでレースデビューを果たした。マシンは E85 燃料でレースした。 2008年、ルマンシリーズで、ジェームズ・ワット・オートモーティブは、バンテージ・ GT2 を走らせたが、メカニカルトラブルのためにデビューレースを完走できなかった。2009年、ドレーソン・レーシングは、ルマンシリーズで、バンテージ・ GT2 を走らせた。2010年、スーパー・ GT ・ GT300 クラスに、A スピードが、バンテージ・ GT2 で参戦した。マシン名は、トリプルーバンテージ・ GT2。 2011年プチルマン、ガルフアメールミドルイースト、バンテージ GT に2010年のルマンシリーズに JMW モータースポーツがバンテージ GT2 を走らせた。バンテージ GT にはルマンシリーズやインターコンチネンタル、ルマンカップなど多くのシリーズにも参戦した。2011年のルマン24時間レースではホタレーシングアメールと ガルフアメールミドルイーストの2台のバンテージ GT2 がレースを行った。両方のマシンは最終的にリタイアした。1台はメカニカルトラブルがあり、もう1台はコントロールを失ってサーキットをスピンオフし、ドライバーのマークウェインライトは負傷し、マシンは深刻なダメージを受け続行できなかった。2012年アストン・マーティン・レーシングはワークスチームとして 初開催の世界耐久選手権にアップグレードされた LM GTE スペックのバンテージ GTE で参戦した。アップグレードされたマシンは1月にテストでデビュー。そのマシンは以前のアストンマーティン DBR9 やスポーツプロトタイプカーと同じようにガルフカラーだった。2014年の世界耐久選手権で LM 自チームクラスでドライバー。 チームのダブルタイトルを獲得した。2016年の世界耐久選手権で LM ジテプロクラスでドライバーチームのダブルタイトルを獲得した。アストンマーチンレーシングバンテージ g t にブロシアー。アストンマーチンレーシング2010年10月7日閲覧。アストンマーチンレーシングレーベルサバンテージ g t にエンデュランスインフォ2008年1月7日時点の オリジナルよりアーカイブ。2008年1月10日閲覧。クリスピカーリング、アストンビズ 4GT アドバンテージ、レイステック、エープリル2012、LMGTE Pro、エンデュランスコミッティーハット、ライセンスツーレマンズ、グリーンライト TV ハット、ニューカー、セームゴールズフォードレーシンバーベル。モータースポーツドットコム。2010年9月30日閲覧。 ジェームズ・ワット・オートモティブ・エンガゲラ・ユヌ、アストン・マーチン・バンテージ・ GT2、エンデュランス・インフォ、2008年2月10日時点の、オリジナルよりアーカイブ、2008年2月4日閲覧。アストン・マーチン・バンテージ4、JMW ・モーター・スポーツ・イン・ LMS、プラネタ・エルマンズ、2010年1月27日時点の、オリジナルよりアーカイブ、2009年12月23日閲覧。 ありがとうございます。